と。手のひらも硬いっすね。単に睡眠不足とかそういうのでも腎臓弱るんですよ。いろいろあるいはね、肝臓とかも沈黙の臓器って言われるぐらいで、なんかあってもなかなか気づきにくいっていうのあるので、ちょっとね、なんかあるようだったらちょっと一回見てもらうっていう形で体のことをねよく知るっていうのもいいかなと思いますね。いろいろなんか自己判断だとね、そうですね、あんまり自己判断ほどならないんですよ。そう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 、ね、なんかいろいろ、まあそれにいろいろ出過ぎてますからね、何が私の体にいいんだろうかっていうのでも、本当に情報がない状態ではあれも良さそうこれも良さそうになっちゃって選べないってことになっちゃうので、まあ実際ね、自分の体ってどういう体質なんだろうとか、それこそちょっと話し飛びますけど、牛乳なんかもね、昔はねカルシウムでいいんだって言われてましたけど、今日本人の成人の7割ぐらいはラクターゼっていう酵素が出ないから、飲んでも吸収されないから、むしろ悪いって言われてるんですよ。そういうのもあるので、自分は牛乳が合ってるのかどうかとかね、そういうのもわからないと、お腹の調子とかねいうのが目安になりますけど、本当にその辺のことってそれが個人個人あるので、体が凝っているとね、例えば背中バリバリになってる人っていうのは自律神経の調子が悪くなりますから、内臓の働きも悪くなりますから、だから別々じゃないんですよ。内臓に何かあったっけじゃなくて、体が疲れたら内臓も疲れるんだっていうことですね。腕がガチガチですね、とりあえず。そうですか。どこもかしこもですね。でもそれもこれもさっき言ってたように全体的に悪くなっていってるっていう。そうですね。で、腕とか足とかってさっきも言いましたけど、やっぱり疲れを感じにくいので、持ってなくてもかなり悪いっていうことが、伸びてますか？伸びてますね。ちょっとこう冷えも強いので冷えつ、冷えやすいし、あとだから体の末端っていうのは全体が反映されるとも言われる。全体が反映される、そうですね、リフレックスゾーンがあるので、へ、だから背中が痛いとかいう人はやっぱり 手にも凝りがある。食品から吸収されにくいけど、サプリだったら大丈夫とか、そういうこともあるので、試してみてっていう感じですかね。
っぱりサプリは飲みにくくて嫌だとかあるようだったら、まあ、無理して飲むことはないし、何を、うん、でもチョイスしたらいいのかが分かんないっていうのってありますか、うん、私は結構何かをって感じになっちゃって結局、はい、あの血液検査されるといいんじゃないかなっていうことなんですよね。でそれに応じて必要なもの、足りてるもの足りてないものとか自分のこう、まあ、いろんな情報が出ますので、体のね、その今後の食生活とかも指針になると思うので、そこゴリゴリですね。そうですね、うん、握る動作が多いんじゃないですか、うん、多いかな多いと思います、はいが流れてってます押し出されて、うん、聖子さんの指で押し出されて、うんうん、気持ちあったかい右手温まると、はい、やっぱりこう冷たいと、うん、体の部分っていうのがだんだん分かってきますね、うん、あー、なんか冷たい、そうですよね、ここは冷たい、はいはい、
か今、うん、だんだん顔色良くなってきた感じしますね。あ、あでも確かに顔色悪かったよ、うん、最近すごい、ね、うん、顔色悪い、ええ、で子供の時は、うん、あの背骨とか、うん、こう全体の骨でやってるらしいんですけど、はい、マッサージしてあげると顔の血流良くなるんじゃないですかね。へー、せいぜいそうですね。へー、はい、へー、だからなんか冷えがある人は腕をよく振るといいって言ってましたね。ちょっとなかったら腕もみもみとか、はい、うん、はい、あ、てか寒いと普通にここ擦るじゃないですか。あ、そうですね、そうですね、はい、うん、だから無意識に知ってるみたいですよ。面白いですね、うん、ちなみに言うとここってあの三焦系っていう、まあ西洋医学ではないんですけど、はい、東洋医学で熱を作るとされる器官っていうのがお腹の中にあってで、まあ、それをこうその経絡がこう走ってるんで、うん、薬指からなんですけどね、こういうふうにウィーンって走ってるので、うん、そのそれをそこを刺激する形でこうやって寒い時こうやって。無意識というか本能で知ってんだ。そういうことみたいですね。寒い時にね、うん、やっぱりここ自然とやるじゃないですか、こうするの。寒いってね、やりますよね。そうそうそう、うん、自然とやってましたけど不思議ですよね。そう考えると、うん、そうなんですよ。はあ、それで腑に落ちましたね、うん、ちなみに、はい、親指だと背景が走ってるので、はい、この親指を閉じた、こう親指を握り込んだ状態で深呼吸してって言っても深呼吸できなくないですか。これでこうやって深呼吸やっぱり開きますよね、うん、そうですよ、はあはあはあ、うん、ここからも背景がこう鼻の方に行ってるので、鼻とか肺の方に、だから親指は広げるっていうのが気の通りを良くするっていう。へえ、面白い、うん、はい、面白い面白い、面白い。やってみたら、うん、うん、深呼吸できないですよね。そうなんですよ、これだと深呼吸できないです。肩力入っちゃうんですよね、うん、で、うん、なんか止まる、止まりますよね、うん、そうなんですよ。それは痛そうですね。ん？痛そうですね、左の方が。あ、ほん、え、うん、あ、そうか、そうでもないですか。ん？どっちも痛いんだろうな。気持ちされて気持ちいいって感じは、うん、バキバキですか。バキバキっていうかなんか、うん、詰まってる感じがあって、冷たいですし、うん、でも多分割に痛みに強いんでしょうね。まずいですね。いつまでたってもいいからだ、わかんない状態だって。いやでも今日のあれじゃないですか、冴えてますゆみさんは。あ、本当ですか。感覚が、うん、はい、いやちょっと意識してはいるはいはい、はい、つもりでした、はい、ちょっと無駄だとは思うけど、うん、そう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 、あの背骨をまっすぐしようとか、うん、うん、なんかそういうのを考えたりとかはしてるんです。
そういうのを意識 してて、うん、冷えは忘れてたかも。あ片手落ちですね。うん、冷え忘れてた。そう、あのつくづく思うんですけど、ヒートテックに頼りすぎて、はい、ヒートテックなしじゃ生きていかれなくなってきてるなっていうのをつくづく感じましたね。でまたどんどんこう厚手のものができるでしょ、うん、でそっちに手を染めていくと、はい、本当に脱げなくなってきましたね。あれも一緒ですよね、そのコルセット効果というか。そうですね、そうですね、お年寄りがめっちゃ来てんのと一緒ですね。やばいと思って、いや最初はやっぱり良かったんですよ、ただ今はなかったらやばいってなってきて、そうですね、そうなっちゃうとまずいですね。まずいですよね、うん、脱いでいかなきゃと思ってちょっと脱ぎ出してるんですけど。そうですね、あ、それはいいことですね。でも、はい、全然冷えちゃってて、それで大事ですよね、そういうのね。そうですね、あの別にずっと冷えてろとは言わないので、うん、時々やっぱ寒いって刺激することが大事なんですよね。あ、そうなんですか。そうです、そうです。やっぱぬく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 始終してると寒いってこと忘れちゃうっていうか、寒くなった時に対処ができない。だからもうちょっと寒い風に当たるともうすぐ風邪ひいちゃうとかなるじゃないですか、うん、だからやっぱなるべくそのあの感じた方がいいんですよ、今の季節とか、うんうん、その寒い今は朝だ夜だとか、うん、暑い寒いとか、だからそのそれに応じた体にする力が残ってないと、やっぱりもうちょっと何かあったらすぐ具合悪くなるとかなっちゃうじゃないですか、うんうん、だからまあ、 あのそういう季節とか時間帯とかいうのはやっぱ体で感じるようにした方がいいですよね。温めるなとは言わないんですけど、あったかいっていうのにばっかり頼ってると、うん、うん、加減ですよ、何でも。まあそれが難しいんですけど、難しいですけどね。でもあ、なんか納得しますね。あ、そうだなって、はい、いろいろ、うんうん、なんかあまりね、いつも過ぎ過ぎっていうのもまずいし、うん、まあ、かといってなんかあの寒いかもしんないからみたいな用心ばっかりしてると、うんうん、もう体がもう そのぬくぬくする方に、うん、慣れきっちゃって、もう寒くなった時に皮膚を毛穴引き締めるとかいうのができなくなっちゃうんで、なんか聞いたのが、うん、隙間風のうちで育つ子は元気っていうのと一緒。そうですね、まあちょっと違うけど、まあまあやっぱこう免疫力、まあ一緒、大きな意味で言えば一緒ですね、うん、あの何かこうやはりあのあんまりこう体にいいようにとか、うんうん、いうことばっかり気をつけてるとね、あの冷やさないように、栄養が不足しないようにやりすぎちゃうと、うん、まあ弱い子になっちゃうので、で慣らしといた方が何かあった時に大事に至らない、うんうん、やっぱりこう、うん、免疫がないと、まあその戦うっていうのが免疫の力なので、まあちょ 常にとは言わないまでもちょくちょくそれに活動してもらってるっていうことが、うん、あの体を弱らせないコツ。うん、ちょっと昔ながらの感覚を。そうですね、だからあれも間違いじゃないって、ね、そう潔癖になっちゃうと、うん、やっぱりね、あのもう常在菌まで殺しちゃうみたいな手の洗い方したりとかね、うんうんうん、してるとやっぱ体かえって弱くなりますから、うん、意外ともうあのね、いつも使ってる携帯とかの方が便器より汚いとか言うじゃないですか。聞いたことないですか。なんか、はい、聞いたことなかったけど、分かる、ね、なんか食べる時もね、あのひどくやったらトイレでもとかいう感じで使うから、うん、意外とね、なんかそういう意外に身近に汚いものってあるので、もうね、そんなあんまり意味がないっていうかね、あんまり潔癖になるのも、うん。体がシャキッとしてきましたね、うんうん、目が暖かくなってきましたね、うん、
じゃないですか、うん、娘さんよく喋るようになってよ、ね、もう下手なこと言えなくなってきたじゃないですかもうだいぶ喋りますよね。だいぶ喋りますね、うん、これますます喋るようになりますね磨きがかかってきますね。磨きがかかってこれすごい好きです。肩の肩肘手首がぐる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 回るの、はいはい、これ結構自分ではできないですよねできないですね自分ではね、はい、これはもうすっごい気持ちよくてなかなかね自分で回すとこうはいかないんですよね。いかないですね力抜いてないとだからこれ気持ちいいです本当に。で以上ですね。テーブルの感じ、うん、やっぱりさっきも足と同じように、はい、細くなった、はい、そうですねむくみ、うん、腕もねやっぱむくみが出てくるので、うん、はい、そうくびれがすごい出てるこことここの、はい、当然といえば当然ですけど、うん、じゃないんですよね、うん、そのむくみ関係のこと、はい、あ、そうですね結構徐々になってくるので、うん、気づかないうちにね むくむくっとなんか節がはっきりしないような腕になっちゃってるんですよね。それが一番びっくりした、はい、うん、すぐ分かりますよねさっきのこの自分の体じゃない感じの踊るはい、はい、こんなんだったんだみたいな、うん、あそで本来の手に近づいたっていうか、うん、いう感じです ね、うん、結構変わりますよ ね軽くなるし、うんうんうん、そうですね、うん、本当にあら余計なものがなくなったって感じがします。あ、であの腕取れると肩とかも軽くなるので、うんね、姿勢にも普通に良くなっちゃったしますね。お尻の位置が違う、はいはい、あ、なんか座ってる感覚が全然いつもと違う、はい、乗ってる場所が違う感じがする。そうですね、あのあれですよね、軸にきちんと乗る感じ、うんうん、負担のない座り方立ち方が自然とできるっていう感じですね、うんうん、あ、なんか首の位置とかもなんか普通に姿勢良くなってます。良くなってる、はいはい、うん、あ、こんな位置だっけちょっと違和感あ逆に怖い、ね、うん、あのこれでいいんだけどまたこれ維持できるかなっていう感じの、あ、肩周り叩きますね。あら、ここのあれもね、うん、なくなりましたね。なくなった。背中の丸みもすごい落ちましたね、うん、横から撮ってわかりますかね、ここがね膨らんでる感じ、この辺こう、あ、もう本当に平たく ねえ、こんなん初めて、もしかして、はい、あ、いやでも一回はの姿勢すごいスッとされたことあったんですけど、うん、あるある、やるとやっぱり変わってきますよね、安くなってるんじゃないですかね、うん、これ、はい、これできるかな、はい、あ、これまだ届かないですねこれがね、はい、それ肩甲骨をやってあげたら、あ、でも結構いいとこまで行く、はい、もっといかないですか、もう、うん、こんなんですよ。あじゃあだいぶいってますね、うん、じゃあだいぶ変わりました、結構、はい、いや、うん、本当に、うんうん、一番は、うんうんうん、この腰骨の部分の位置が、はいはいはい、あれここかなっていう位置が変わりました。うん、うんうんうん、あのここここ、そういう姿が綺麗になってますね。うん、うん、いつも本当に今よく見てるんでわかるんですけど、こういう感じですもん、いつも。そう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 。かもしれない。うん、そう、やっぱこういつもかなり背中丸いっていうのが、うん、目立つので。あ、わかった。目線が、はい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 、後ろに引いた。あ、顎が引けてるって感じですかね。うん、なんか、はい、ね、はい、ちょっとまあいい意味で沈んだ感じがする。うん、なんか、うんうんうん、ちょっとふわ、うん、なんか。こう説明が下手くそだけど、お尻にちゃんと乗った、はい、はいはいはい、わかりました。骨盤があって、真ん中にこう来てるって感じですよね、うんうん、あの背骨が来て頭が来てっていうのが、うん、そうですね、姿勢良くなってますね、うん、すごい良くなります。頭に叩きます。はい。
も肩のこりもねちょっとほぐれてきてますねやっぱりね。痛くないですねあんまり、うんうんうん、あ、そう、うん、右側のテンソーですね。ここがピリピリくるところです。あ、気持ちいい。特に右、うん、ピリピリ。あ、そうですね。あ、でも両方ありますけどね。あ、うんうん、あ、左も、うんうん、はい、じゃあ以上ですね。ありがとうございました。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。気に入りましたらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。お疲れ様でした。